皆さんこんにちは、たかぼんです。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今回の動画では今僕が使っている電動昇降デスクですね、コフォデスクプレミアムの長期使用レビューをお届けしたいなと思います。僕がこのデスクを使い始めたのは2022年の11月だったので、もうすぐ1年半ぐらい使ったことになるっていう風なタイミングですね。このデスクはまず最初に幕開けで支援を募って、その後に一般発売がされたっていう風なデスクになっているんですけど、僕の場合は幕開けのタイミングよりちょっと前ぐらいにメーカーさんの方から提供していただいてから使ってて、その幕開けで発表された時には6000万円以上の出資を集めたということで、結構話題のデスクとなっていまして、これから電動昇降デスクを買おうと思っている方は購入候補の一つに入るデスクになってるんじゃないかなと思います。個人的にはすごく満足して使っていて、これから電動昇降デスクを買いたいなと思っている方にはおすすめしたいデスクになっているんですけど、ちょっとね高額なデスクになっているので購入を迷われている方も多いかなと思うので、僕が1年半使った感想っていうのを参考にしていただければなと思ってお話をしていきたいなと思います。はい、それではまずはこのコフォデスクがどんなデスクなんですかっていうところを軽くご説明をねしておこうかなと思うんですけど、価格に関しては 77,999 円からということになってて、そこそこ高額なデスクになっています。で、天板のサイズに関しては4種類展開があって、サイズを上げるごとに2000円ずつ上がっていくっていう風な感じですね。一番狭い幅だと幅が120センチになっていて、140センチ、160センチ、180センチの4種類の展開があるという感じになっています。で、一番大きな幅の180センチの場合だと 83,999 円となるって感じですね。で、天板と電動昇降デスクのこの足に関してはセット販売のみとなっていて、天板だけ買うとか足だけ買うとかそういったことはできないようになっています。で、僕がご提供していただいて使っているのは、幅が140センチで奥行きが70センチの下から2番目に小さいサイズのものを使っているという形ですね。僕と同じモデルを買おうと思ったら価格は 79,999 円となってます。で、天板に関しては4種類、展開があるんですけど、僕が使っているのはナチュラルというカラーになってまして、こんな感じでちょっと木目調が残っているようなデザインの天板を選んで使ってますね。あとはウォールナットっていうもうちょっと濃い色のものもあれば、あとはブラックとホワイトっていう、すごいシンプルなデザインのデスクの天板も展開されています。で、天板は4種類なんですけど、足は2色展開となっていて、ブラックとホワイトの2色展開ですね。僕の場合はホワイトの方を選んで使っていました。こんな感じで天板はナチュラルカラーにして、下はホワイトにすることによって、なんとなくちょっとこう無印良品っぽい雰囲気みたいな感じのデスクにしたくて、この組み合わせにして使っていました。ちょっと高さをね、上げてみようかなと思うんですけど、高さ上げるときはですね、ここについているスイッチを使って、動かすものになっていまして、ここの天板のね、裏に特徴があります。これが天板の裏になるんですけど、この真っ黒い板がね貼られていまして、これがスチールのプレートになっているので、ここにですねマグネットをくっつけることができるんですよね。なのでこういったマグネットのクリップとか、こういったものを使ってあげれば、天板の裏に何でもくっつけることができるようになるよということで、専用のアクセサリーだったり、こういったマグネット系のグッズをこんな感じでくっつけることができるので、カスタマイズ性も結構いいなと思いますし、あとは配線整理をするときとかも、こうやってマグネットのグッズを使うことで天板の裏に配線をくっつけることができるので、配線整理も結構しやすいデスクになってるんじゃないかなと思います。はい、というわけでざっとですねコフォデスクプレミアムの特徴についてお話をしたんですけど、ここからは僕が1年半使ってみてコフォデスクプレミアムの良かったなと思った点についてお話をしていこうと思います。まず一つ目がスムーズな電動昇降ですね。昇降範囲に関しては63センチから128センチとなっていてかなり広いですし、昇降もさっき見ていただいた通りで結構滑らかな昇降になっています。あと動作も結構ちっちゃいんじゃないかなと思います。特
に高さを低くした時が一番下で63センチまで低くなってくれるので、まあ、僕結構身長低いんですけど、そんな僕でも結構こうね快適に作業できるような高さまで下がってくれるので使いやすいなと思っているところですね。まあ、実際に座ってみるとこんな感じになるんですけど、まあ、机の上に肘を置いてもあんまりこうストレスがないような感じの高さに調整することができるので、まあ、ここら辺が使いやすいところかなと思ってます。あとはこの天板の質感がねすごくいいんですよね。まあ、天然木材をウレタン塗装したものということになっているんですけども、かなりしっかりとした木材になっていて、この中が詰まってるような感じがあって、あとはスベスベしてて手触りもすごくいいんですよね。あとは木材の天板みたいな感じで、加工がされていない天板みたいにコーヒーをこぼしちゃうとシミになっちゃうみたいな、そういったこともないようになっているので、まあ、質感もいいし扱いやすいっていうところがいい天板になってるんじゃないかなと思いますね。あとはこの手前の角の部分だけ他のところの角よりも大きくですね、角が丸く削られているので、まあ、こうやって PC 作業するときとかもこの腕に当たる部分が優しいんですよね。角が刺さる感じがないので、まあ、そういったところも非常に使いやすいテーブルになってるんじゃないかなと思います。まあ、このコフォデスクプレミアムを使うまでは机の高さがね作業性に結構影響してくるなと思ってたんですけど、さらにですねここの天板のここの角の丸みっていうところも作業の快適性に結構影響してくるんだなっていう風に勉強になりましたね。あとですね、この電動昇降デスクの足がロボット掃除機との相性が結構良くて、乗り上げがしにくくていいなと思いました。僕が前使っていたフレキシスポットの電動昇降デスクはここにですね傾斜がつけられていたので、まあ、その傾斜からロボット掃除機が乗り上げてしまって動けなくなってしまうっていう風なことがあったんですけど、このコフォデスクプレミアムに関してはこの足単体だけでも、今キャスターつけてるんで、まあ、そもそもロボット掃除機が乗り上げるとかないんですけど、キャスターをつけなくてもロボット掃除機が乗り上げにくい足になってるっていうところで、まあ、そこら辺も使いやすいところだなと思いました。あとはこの天板のスチールプレートにマグネットのアクセサリーをいくつもくっつけてるんですけど、そのマグネットのアクセサリーによるカスタマイズ性っていうところはすごくいいなと思いますね。まあ、いくつかつけてるんでご紹介しようと思うんですけど、よいしょ。まずやっぱり必須になるのかなと思うのがこのマグネットのケーブルトレイですね。この上の部分のこのデスクにくっつけるこのフックみたいなパーツ、これをですね、よいしょ、こんな感じでデスクにですねピタッとくっつけることによって、このケーブルトレイをですねこんな感じで今引っ掛けることができるようになっていまして、まあ、こんな感じでですねこの中に電源タップを収納してこのデスクの天板に引っ掛けてるという形になるんですけど、普通の電動昇降デスクだとここにネジ締めして取り付けるか、ここにクランプして取り付けるかみたいなものを使うことになるかなと思うんですけど、これだったらマグネットでパチンと取り付けるだけになっていますし、まあ、取り外ししたかったら取り外せばいいし、あとちょっとこう位置をずらしたいなとかなった時も簡単にすることができるので、このマグネットケーブルトレイはねかなり使いやすいなと思いました。配線整理がすごくしやすかったですね。あとはですね、今この部分に取り付けてるんですけど、このマグネットで取り付けることができる、よいしょ、この引き出しですね、これもすごく使いやすいなと思いました。中にはたまに使うものを収納してて、例えばこういう風なタイプ C のケーブルであったりだとか、あとは画面を拭くためのクリーニングクロスとか、あとはたまに使いたい付箋とか、こういったものをこの中に収納してデスクの上が散らからないようにしてるって感じですね。まあ、こういった小物を入れる引き出しに関しても天板の裏の位置に関しても自由に調整することができるので、まあ、右につけようかなとか左につけようかなとか調整しやすいっていうところもいいところだなと思いました。あとはですね、こういったヘッドホンとかを引っ掛ける用のフックも展開されてまして、これもですねこんな感じでマグネットでピタッとこう天板にくっつけることができまして、まあ、こういったヘッドホンとかを、こんな感じでぶら下げておくことができるよといったものですね。まあ、これもかなり磁力も強力で、簡単に落ちるようなこともないですし、ヘッドホンとかデスクの裏に目立たないようにかけておくアクセサリーとして結構いいんじゃないかなと思ってますね。あとですね、こういったマグネットの、ケーブルクリップですね、これも販売されてまして、これは5個入りで販売がされてるかなと思うんですけど、これがですねかなり磁力が強力なので、デスクの裏に配線を這わせる時とかに使ってるものになりますね。まあ、こんな感じでですね USB ドックの近くとかになるとちょっと配線が集中してごちゃっとしがちなんですけど、こういったごちゃっとしがちなケーブルをこんな感じでまとめてデスクの裏にこうやってペタッとくっつけることによって配線が割と綺麗にできるよといった感じですね。まあ、このコフォから純正で売ってるこのケーブルクリップがこの磁石
尺も大きくて、磁力も強いので、これが一番使いやすいなと思ってるんですけど、まあ、ちょっと値段も高かったりするので、僕の場合はですね、こういった Amazon で買えるシリコンのケーブルクリップも併用してまして、まあ、これが10個入りで1500円とかで買えるものになってるんですけど、こういったものも使って、天板の裏に配線を吸着させて、配線がなるべくスッキリ見えるように工夫をしているという感じですね。まあ、こういったケーブルクリップは別にコフォデスクプレミアムだけじゃなくても便利に使えるグッズになっているかなと思うので、これも合わせて概要欄の方にリンク貼っておこうかなと思います。あと電動昇降デスク買うときに実際立って作業することあるのかなって悩むことあるかなと思うんですけど、僕の場合はですね、結構立ってますね、最近。まあ、特に眠くなったときとか、あとはちょっとこう腰が疲れてきたなみたいなときとか、まあ、そういうときに一旦立って作業することによって結構気分転換になったりするので、まあ、立って作業もね、全然悪くないなと僕は最近は思ってます。まあ、最初の頃はね、あんまり立って作業してなかったんですけど、まあ、好きなね、高さに調整できるっていうだけでも電動昇降デスクすごくメリットはあるなと思うんですけど、やっぱり立って作業する選択肢が増えるっていうのはね、すごくいいところだなと思いますね。あとさっきからこの机ぐるぐる回してると思うんですけど、やっぱりキャスターがあるとすごい良くて、まあ、普段は部屋が広く使えるように壁に向けてデスクは設置してるんですけど、ちょっと気分転換したいなみたいな時とか、こうやってデスクの向きを変えて作業したりすることで、まあ、僕の部屋狭いんですけど、ちょっとした気分転換もできるということで、まあ、キャスターがあるっていうのはすごく便利だなと思ってますね。まあ、このキャスターロック機能もあって、ここの部分押してあげるとカチャッとロックをかけることができたりするので、まあ、位置を固定するっていうのもちゃんとできますし、あとこれ発売された時はブラックカラーの展開しかなくて、まあ、ホワイトの足にブラックのキャスターっていうのはちょっと似合わないなっていう風な話を以前の動画でしてたんですけど、その後ホワイトカラーが展開が増えたんですよね。まあ、そのおかげでこんな感じでキャスターと足の統一感を出せることができるようになったっていうところも僕的にはお気に入りのポイントになってます。はい、というわけでここまでは良かったところをお話ししたんですけど、逆にちょっとここは気になったなぁと思ったところについても正直にお話をしていこうかなと思います。まず一つ目はですね、やっぱりとにかく重たいというところですね。電動昇降デスクって昇降するためのモーターとかがあるので、そもそも重たい製品になるんですけども、このコフォデスクプレミアムに関しては、さっき言ったように天板にスチールプレートが貼られているものになるので、天板がめちゃくちゃ重たいんですよね。僕のサイズの場合だと天板だけで30キロぐらいあって、足の方も30キロぐらいあるので、合計60キロぐらいのデスクになってってるので、まあ、とっても一人じゃ組み立てられないですね。僕の場合は友達呼んで組み立てたんですけど、まあ、本当に重たくて移動は本当にさせづらいので、この重たさっていうところはシンプルに欠点だなとは思いますね。まあ、こうやって組み立ててしまって、さらにキャスターもつけておくと、割とね、こんな感じで楽に移動はさせることができるんですけども、まあ、ちょっと分解したいなとか、引っ越ししたいなとか、なった時はかなり大変になるかなと思うので、まあ、重たいっていうところはやっぱり欠点かなと思います。まあ、その分安定感はあるんですけどね。あとはですね、さっきも言ったんですけど、キャスターをつけてしまうと、まあ、移動は楽になるんですけど、ここの高さが約7センチですね、上がってしまうっていうところがありますね。まあ、さっき言ったようにこのコフォデスクプレミアム一番下まで下げると63センチまで下げることができるんですけど、これキャスターの高さは含まれてないんですよね。まあ、なので今の高さ実質ここの7センチプラスの63センチで、今ここの天板の上までが70センチの高さになっていて、本当は僕的には68センチぐらいまで下げれた方がいいなとちょっと思ってたりするところもあるんですけど、この移動のしやすさっていうところを優先して今はキャスター付きで使っているという形になりますね。まあ、キャスターつけてもね、もうちょっと低く下がってくれるような昇降範囲になってくれてるともっと嬉しいなと思ってるんですけど、まあ、市場的に見てもこれより低く下がる電動昇降デスクってあんまりないんですよね。まあ、僕は今身長169センチで、高さ的に言うと70センチぐらいの高さで使ってるんですけど、まあ、僕より身長がもうちょっと低いよっていう方とかになると、もうちょっと下がってくれた方が嬉しいんだけどなって思う方もいるんじゃないかなと思いますね。あとは気になったところっていうか、もう僕が完全にやっちゃっただけなんですけども、ちょっとねデスクの天板傷つけちゃったんですよね。ここ傷ついてるの分かりますかね。若干傷が入っちゃったんですけど、これはですね、何をやらかしたかっていうと、
机の上にカメラを置いて撮影をしてた時にですね、カメラ倒しちゃったんですよね。まあ、こういう風なですね、レンズをつけたカメラを使ってた時にカメラごとパタンとこう三脚が倒れてしまって、このレンズの端っこのところがここに当たって、ちょっとデスクをね傷つけてしまったので、まあ、ここは気になったところっていうか、まあ、僕がやらかしちゃったところになりますね。まあ、こういう硬いものをねぶつけてしまうと、どうしてもデスクの天板って他の種類であっても傷つくと思うんですけど、コホデスクに関してもさすがにこのレンズの角とかをぶつけてしまうとちょっと傷が入るよっていうところは気をつけていただければなと思います。あとは個人的には気になってないんですけど、気をつけた方がいいところとしては、天板の裏が全面スチールプレートになっているので、ネジ穴をね自分で開けたりすることができないようなものになっているので、例えばネジ締め式の引き出しをつけたいとか、フックをつけたいみたいな DIY をしたいよっていう方にとっては、この天板はね使いにくいのかなと思いますね。まあ、さっきお見せしたようにマグネットのアクセサリーがいっぱい販売されているので、まあ、そういったものでいろいろとカスタマイズはできるかなと思うんですけど、それではできないような自由度の高いカスタマイズがしたいんだっていう方にとっては、このコホデスクは向かないのかなと思います。あとはさっきも言ったんですけど、天板と足セット売りでしか販売がされていなくて、バラバラで買うことはできないっていうところもありますね。まあ、天板裏がスチールプレートになっていまして、まあ、このデスクの足に合うような専用の穴が最初から開けられているんですよね。なのでもうこの天板にはこの足しか合わないみたいな設計になっているので、まあ、組み合わせの自由度が低いっていうところは、まあ、一つ欠点にはなってしまうのかなと思いますね。自分が好きな天板を選んでこの足につけたいんだっていう場合には、それはできないようになっているので注意かなと思います。はい、というわけでここまでが、僕がこのコホデスクプレミアムを使ってみて良かったところ、気になるところだったんですけども、僕個人的には大満足ですし、今から電動昇降デスクを買おうと思っている人にはぜひですね、このコホデスクプレミアムを購入候補の一つとして考えていただければいいんじゃないかなと思ってますね。まあ、天板裏がスチールプレートになっていることによって、まあ、重たいとか自分で穴を開けられないとか、まあ、そういったデメリットもあるんですけど、まあ、それ以上にですね、カスタマイズ性の高さであったりだとか、あとはこの天板の質の良さであったりだとか、あとはマグネットアクセサリーのカスタマイズ性の高さとか、まあ、そういったところがメリットになってくるかなと思うので、まあ、買う価値があるデスクになってるんじゃないかなと思います。あとですね、専用のアクセサリーとかだけではなくてですね、よいしょ、僕の場合はこんな感じで山崎実業のマグネットでくっつけることができるティッシュボックスとかもこんな感じで天板裏に貼り付けて使っているんですけど、まあ、こういった他のマグネットに対応したアクセサリーというかグッズも取り付けることができるので、まあ、こういったカスタマイズ性の高さっていうところも一つメリットになるかなと思いますね。まあ、というわけで結論としては僕はすごく満足して使っていて、皆さんにもおすすめしたいなと思います。はい、そしてですね、ここで誰でも使える5000円オフのクーポンコードについてのご説明をしておこうかなと思います。概要欄にリンクを貼っておくんですけど、そちらの方をクリックしていただくとこういったページに飛びます。こちらがクーポンコード発行できるページになっていまして、開いてですね、ここのクーポンコードが表示されていると思うんですけど、ここですね、これをですね、ここの緑のボタンをクリックしてコピーをしてもらいます。これでコピーですね。その後にですね、ここの赤のボタン、ここの公式サイトに移動するっていうボタンを押します。まあ、するとこんな感じでコホの公式ホームページに飛びますので、ここから商品を選択していきます。例えばコホデスクプレミアムが欲しいのであれば、このデスクっていうところからコホデスクプレミアムを選択していただいて、そこからですね、足のカラーとか天板を選んでいきます。まあ、僕と同じもので言えばマットホワイトの天板カラーはナチュラルで、天板サイズが140-70ですね。あ、今気づいたんですけど、ここ現地組み立てサービスっていうのがありますね。まあ、最近組み立てサービスが始まったみたいですね。まあ、これを使えば9900円プラスで払うことによって組み立ててくれるっていうことになってるみたいなので、いや、組み立て相当しんどいんで、9900円を使ってで組み立てをお願いするっていうのは結構いいかもしれないですね。まあ、この5000円オフのクーポンコードを使えば実質5000円ぐらいで組み立てをお願いできるっていうことになるので、まあ、クーポンコードを使っていただいてこの組み立てオプションを追加するっていうのは結構ありかなと思いました。あとは製品保証が3年ついてるんですけど、そこからさらにですね、追加なしだったら0円なんですけど、プラス2年で5000円、プラス5年で8000円みたいな感じで、保証期間を延長するオプションも追加できるって感じですね。で、ここら辺、まあ、必要なものを選択していただいてカートに入れるを押すと、するとこんな感じでカートの中が表示されますので、これで購入内容が良ければチェックするに進みます。
するとこんな感じのページが表示されるんですけども、こっちの方でですね、支払いの方法とか、あとは配送先の住所とかを入力していただいて、クーポンコードを入力するのはこっちの方ですね。ここの方に先ほどコピーしたクーポンコードを貼り付けていきます。貼り付けですね。でこれで適用っていうのを押してあげると、5000オフのクーポンコードが適用されて、5000オフされた価格で購入できるっていう風な感じですね。まあ、こんな感じで使ってあげると誰でも5000オフで購入することができますので、このクーポンコードはぜひ活用されてください。まあ、こちらのリンクに関しても概要欄の方に貼っておきます。はい、というわけで今回の動画ではコホデスクプレミアムを僕が1年半使った感想についてお話をさせていただきました。概要欄の方に商品ページのリンクと、あとは5000オフのクーポンコードのページについても貼っておこうかなと思いますので、購入迷われている方はぜひチェックしてみてください。あとですね、追加情報になるんですけど、 X とかね、まめに見られている方だったらもしかしたら知ってるかもしれないんですけど、コホさんと、あとは家具ブランドのジャーナルスタンダードファニチャーってね、聞いたことあると思うんですけど、そのジャーナルスタンダードファニチャーとコホがコラボしたコホ JSF テーブルっていうですね、新しい昇降デスクが登場する予定となってるんですよね。近日中に登場する予定となってるみたいです。少しコンセプトが違う商品となっていて、そっちはですね、ダイニングテーブルとしても使えるような昇降デスクっていうよりは昇降テーブルみたいな感じの商品になっていますね。まあ、僕もですね、ちょっとお声かけをいただいてまして、後日レビューする予定となっていますので、まあ、そちらの方についてもぜひ見ていただければなと思います。まあ、個人的にはまあ PC デスクとしてがっつり使うのであれば、こっちのコホデスクプレミアムとして使った方がいいかなと思っていて、まあ、ちょっとこう生活空間に溶け込むような、ダイニングテーブルとしても使えるような、ちょっとこう使い勝手の幅の広さみたいなところを求める場合は、コフォ JSF テーブルっていうのを選んでいくっていう風な選び分けになるのかなと思ってます。あと昇降デスクといえばフレキシスポットっていうブランドもね、有名かなと思うんですけども、僕も使っていたものにはなるんですけども、フレキシスポットとコフォデスクプレミアム比べてどっちの方がいいのか、どういう人にはどっちがいいかみたいなのを解説した動画も前に出してまして、それが今10万回ぐらいね、再生していただいてて、結構見ていただいている動画になっていますので、そちらの方も概要欄の方にリンク貼っておこうかなと思いますので、よかったら見てみてください。まあ、というわけで今回の動画はこんな感じで終わるかなと思います。高評価とかコメントとか何でもいいのでリアクションいただけると嬉しいです。あとこういうところどうですかみたいな、わからないこととかあったら気軽にコメントもいただければなと思います。あと他の SNS もやってます。 X、Instagram、楽天ルームやってますので、よかったら概要欄から覗いてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。タカボンでした。またね。今回からこんな感じでちょっとラーク M2 っていうですね、コンパクトなサイズ感のマイクを使って集音してみたんですけど、音の聞こえ方はいかがでしたでしょうか。この声の聞こえやすさについてもよかったら感想いただけたらなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。